はい、ファンコイさんです。いやあの動画が気づいたら1000本超えてたんですね。いやー、1000本ってすごいね。だってもうね、地獄の1000本ノックっていうぐらいだからさ1000本ノック超えましたね。全然気にしてなくて、誰かツイートして、俺誰がツイートしたんだろうね。自分っす。あ、さすが藤田くんがツイートするまで全然気づいてなくて、俺も全然気づかなかった。なんかたまたま見たら超1000本だったんだ。ほら、記念すべき1000本目は何だったの？シーボーさん。あ、ホテイモデルのやつ。あ、ホテイモデルだ。全然1000本目感ないないね。え、でも始めたの2019年です。だから19年俺あの結婚して新婚旅行行ってるから覚えてるんだよね、多分。ああ、そういうことか。これだって結婚する前に、いやー、なんか結婚するんだよねみたいな話してたんだって。ちょっと嫌そうな何かを奪われてしまう可能性があるみたいな。それでどれが一番印象に残ってる、はい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 、はい、動画で俺は、どれだったっけな、やっぱ西尾さんのエフェクター当てはやっぱすごい面白かったな。だから西尾さんのエフェクターとシシクラさんのエフェクターが面白かった。それ面白いよね。シシクラフトンのはマジで面白かった。確かに。あ、そう、で俺的にはやっぱりあのクレヨンの伝説のギタリストは好きなんですよね。あー、ありましたね。まあそれと同じくらい川上さんのやつも好きなんだけどね。あー、はいはいはい、小岩のボブ・ディランも、はい、あれも本当ダバなしなんだけど良かったですね。そう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 。まああとゲスト系だと、俺は吉田さん来たのがやっぱ衝撃的に見て、衝撃的だったね。なんかね、吉田さんも出てるし、なんか巨兵くん出てるし、結構なんかおしゃれな写真が、おしゃれな写真がライブ出てくれてるって、出てくれてたということをちょっと思い出しましたけど、なんだろう、もう忘れてんだろうね。もうだから多分5年だからね。あと演奏系もやっぱ結構好きだけどね。ああ、はい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 、演奏系あのプレイリストになってるんでね。しかもコンパクトにまとめてあるからね。まとめてあります。まあうちらがすごい注目されたのはやっぱりマキスヘラシじゃないですか。やっぱりあのね、そうそう、多分あとピックアップね、57ピックアップか、マキスヘラシっていうのがすごい多い、でもね、本当はバズるきっかけになったやつは、熱海国際映画祭だ。多分あれで多分何千人か増えたんだよ。あれから、あれが確か1000ぐらいが2000ぐらいだったんだよ、確か。あの、知らない人も多いと思うんじゃないですけど、熱海国際映画祭っていう、後に大炎上した、もうあの、いろんなところにお金が払われなかったみたいな。そう、結局だからやっぱ主催者がやばかった系の事件があって、うちも巻き込まれちゃったんだよね。そう。で、それで、うちら演奏できるって言われたんだけど、急にできないって言われて、みたいな。そう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 。だからまあ、それ、あれだと思うんだよな。その、一番最初のステップアップは。はいはいはい。しかも音楽関係ねえじゃん。いやでも俺たち演奏するって話だった。あ、まあまあまあ、そうですね。まああとはやっぱりその、TS じゃないですか。え？チューブスクリーマーじゃないですか。ああ。あとやっぱ結局そのなんか、このエフェクターあんまり良くないねみたいなことをはっきり言うのがいいよねみたいな。今何でもかんでも TS 系ってなっちゃうのが嫌なんだよねって言ったのが、TS 嫌いになっちゃう。TS 嫌いになっちゃうんだよね。俺はだから TS 系って言って、エフェクター作ってる人もどうかなっていう、そのクローンとして、っていうのをまあ言ってるだけで、別に TS そのものを別に馬鹿にしてるわけじゃないんだけどなっていう。もう今共通言語になっちゃってるもんね。これ何系っすか？ TS 系って言っちゃったらみんな、ああ、あれ系、あ、こっち系ね、みたいな。そうだね。ってなっちゃうぐらいになってますからね。あとはあれですね、エリック・クラプトンも飲みましたね。いや、今にたまにさ、アンチコメント湧いてるからな。あれさ、動画の中でさ、もうどんだけうちらクラプトンが好きだって言ってるかっていう。まあでもさ、もうそういうアンチも慣れてきてるから。だいぶ慣れてきてるね。まあ一瞬イラッとするけど、あ、来た来たってなるよね。なんかはいはいみたいな。まあ少ない方だと思うけどね。うん。なんかあれですか、今年の総括って出しますか。そうですね。今年の総括。まあ今年はもう何よりも神田店がオープンしたっていう。いやー、そうなんだよね。それも忘れ去られるぐらいの事件もあるけどね。これはいつものあれですね、年間総括動画ですね、これ。年間総括動画。はい。今年の1月何してますか？あー、ヨッフィーさん。え、ヨッフィーさんってそんなに最近なのか？あ、これ覚えてる。俺年末に楽器倉庫行ったの覚えてるわ。生配信とかして。あー、はいはいはい。突撃したやつか。西尾さんのところにさ、突撃してって、ビンソンね。あー、ビンソン良かったっすね。
お、館長のギター売り始めたのも今年なんだ。あーあれね。あ、平野俊結婚。おお。もう遠く昔のように感じる。オーディ3を買ったのって結構最近だったんだこれ。あ、それは最近っぽいよね。これやっぱ4万回はやってるもん、オーディ3。うわー、やっぱそうなんだ。お、ケンケンリペア動画初公開。いやー、俺肩もね、だいぶ良くなってきたけどね。けどまだちょっと痛いんだよな。いやー、言ってますよ、昨日も行きましたし。根本くん。根本くんね、あのなんか、周りのおば様たちからは、ディーン・フジオカに出てくれてるらしいんだよ。ここが。で、それで、で、その話を、あの、俺、根本くんの奥さんに髪切ってもらってるからさ、うん、で、奥さんがさ、そんな子言ってんすよとか言って、全然違いますよね。絶対竹豊ですよね。確かに竹豊が似てるわ。あ、真空館またアポロ電子行ったんですね、今年。あ、ザックさん来た。ああ、ザックさんね、はい。ザックさんのね、ブログでも紹介してましたから。今年ファンコイさん行けました、みたいな。あ、ライブね。ライブ、西尾さん出れましたね。楽しかったですね、俺も。記憶ないですからね。あ、ファンコイさん女子選手権。よかった。非常に僕、いい印象ですね。あ、サウンドメッセ。ああ、懐かしい。行きましたね。あ、視聴者さんのやつ行ってないですね、最近。ああ、そうだね。うん。視聴者さんのやつも行きたいですね。確かに。あ、深見さんね。深見さん来ましたね。あ、初心者リペア講座。ああ、どうですか、伸びてますか。そんなにか。ああ、ギークインボックスね。あ、これも酔っ払いましたね。あ、出た、メチューニング。ああ、メチューニングはいいよね。これたまに言われる、俺。ああ、ほんとに。画期的でしょ、やっぱり。うん、そうだね。うん、リバーブをオイル漬けにしてみたって、これ昔っぽいですね、ジョコライブ。こういうのやりたいんだけどね。はい。ああ、視聴者さんのライブにトッチしてみてありましたね。お、小川さん。お、最近もなんか、もうレギュラー買ってくらいなんか、長野に移住して、なんか悟り開いちゃったみたいな動画いっぱい上げてますけど。いやー、長野行きたいねあれ、紛れもなく長野の風景でしたね。ちょっと今は寒いからやだけど。あ、ビッグモーター動画。ああ、これどう伸びてる。まあ 3.4 ですね。アリアプロの動画5万回いってますね。そこか。ほら、パワースタックとか 3.9 万回ぐらい、ね。簡単じゃん。意外に俺これ面白かったな。レスポールサギアだ。吉岡の。そう、吉岡。ね。吉岡のギター。レスポールサギアだ話結構面白かったな、俺。確かに。お、そして次オープン。おぉ。おぉ、もう問題が発生します。出てきちゃったね。頑張れ勇気のロンドン旅行。そして、非常に盛り上がったのが、これが良かったね。安いギターで良い音を出す選手権。これやりたいですね、また。これなんか出場者の様子を伺ってる人が結構いましたね。ああ、なるほど。出そうかなと思うけど、ちょっと一回見てから決めようみたいな人が多かったから。これはやりましょう。これだったら出したかったっていう人が多かったですね。その直前、シークラさんに、これやってもらったのすごくなったですね。ああ、そうだね。勉強になる。勉強になりました、うん。ちょっとトーンを絞るとかね。そう。あ、スーちゃんの嫁もよかったやつ、ね。ああ、スーちゃんの嫁か。一連の騒動についてやりました。おお、これなんぼや。9万。9万。今年一番ですか。やっぱ結局事件なんだな。いやー、なんか嫌だけどね。本当は選手権とかが9万とかになってほしい、ね。そうですね。で、市長が来て、うん、という感じで。まあだから大きなポイントとしては、神田店がオープンしたということと、事件があったってことですね。関係ないんだけどね、これたちはあんまり。もうあそこまで関係してて、ね、関係ないって言えないですよ。まあ、いや、そう。だからそうなんだよ。だから本当は関係ないはずだけど、もうなんか、そばっち受けてるじゃん。そうですね、武田ロック。うん、あのね、武田ロックは、なんか、うん、昨日ぐらいに気がつか電話あって、うん、11月のぐらいに、うん、直接お話し しに行きましたんでっていう。あ、そうなんだ。そう、連絡が来て。うん、で、その後、お変わりないですかみたいな連絡が来て、あ、それ以降はもう、なんか、収まっ、攻撃されたいっていうのはないですっていうところで、じゃあもう、やり取りしなくていいですかっていう連絡が来て、あ、もうじゃあ多分大丈夫だと思いますっていうことで、あ、一応、一段落しました。じゃあ警察の方が言ってくれたってことですね。そう、言ってくれたって。まあね、でも、どんな手を使ってるのを潰してやるなんて言われましたからね、こっちは。いや、ね、てか、本当に謝ってほしいけどね、それに関しては。そうだね。うん、本当に謝ってほしいですよね。謝ってほしい。
生配信やりましたね。ねえ。うん。あれも何だったんだろうなって。そのあの配信でさ、やっぱその、いろんなことが見えて、うん、その、憶測で、変なヤジを飛ばすような人たちがいなくなったんだよね。それがまあ良かったのだと、でまあ結果的にそうやって、一応解決の方向には進んでるから、うんうん、まあいいんじゃない。真の解決はだから結局、本当はいくらかかってんですかっていうのが分かって、うん、それが、本当に返金されて、まあ返金され、全額返金の可能性もあるからね。うんうん、可能性としては。うん、あ、返金っていうか、その、なんていうの、本当に55万円かかってましたっていう。あ、そうだね。うん。だから55万円を参加者は返金されてるけど、55万円返す可能性もあるってこと？そうそう、可能性も全然。あれだからさ、勘違いしてる人いるんだけどさ、お金が全員返金されたって言って、うん、あれ要するに一回戻して、それで正しい金額が分かったらその分返すってことでしょ？うん、そこを答え勘違いしちゃうでしょ、うん。参加者はこれでお金をもらったわけじゃない。もらったわけじゃなくて、一、うん、回、持っててっていう。うん、そうそうで、ちゃんと正しい金額が分かったら戻してくださいって、うん。そのお金を払ってくださいっていうだけだから、うん、後払いになっただけです。いやー、いろいろありましたな。本当に。ねえ、はい。あ、僕は子供が生まれましたよ。おい、それが一番でかいんじゃないの？そうでしたね。X でも書いたんだけどさ、うん、娘の誕生日11月20日なんですよ。うんうん、で、同じ有名人誰だろうなって調べてたら、うん、デュアン・ゴールマンが来て。おい、おー、来たーと思って。来てるね。ディアン・ウォールマン。うん、ジョー・ウォルシュ。おー。よしき。まあ、共通点はあんまないな。いや、それはいいね。なんとなく、気分が。ファンコイさん、トピックっぽいよね。それはいいですね。まあ、ということで、来年はなんか、ありますか？え？来年はなんかありますか？まあ、来年はあれだな。来年また言えばいいんじゃない？今年はでもなんか疲れたな、マジで。変わらないご愛顧。そうですね。ちょっと、こちらも変わりません。こちらも変わりません。それ、毎年変わんないですよね。はい、よろしくお願いします。お願いします。2023年度もお世話になりました。はい。また、2024年もよろしくお願いします。ファンコイさんでした。